Okay, guys, the Eminence in Shadow part. The Eminence in Shadow episode 7 reaction. Welcome. If you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, let's go. She's blushing. She didn't even taste one. Like, come on. Eat it. それはきっと君へのプレゼントだ。一目惚れというやつさ。きっと君の答えを待っているよ。Damn, chill. I'm getting aroused. 今かけて Highest, highest. ニューカ。はい。おお。ディアボロス教団の先兵、チルドレンサードに共通する特徴です。残念ですが、どのような方法でも情報を吸い出すことは不可能でした。衣装は無法として流通経路。ブッシンフェスティバル。エントリーしといてやったぞ。感謝しろよ。僕たちも参加したかったんですけど。この怪我じゃちょっと無理なので。魔力適性のある孤児や貧民の子供に薬剤投与と洗脳を施し、ディアボロス強くAssuming the red pills everybody takes。 教団の目的はシャドウガーデンの名を語り我々を誘い出すことでしょう。余計なこと、僕は出ないぞ。承知しています。 Assuming the festival ゲームドのチルドレンファーストが確認されました。反逆遊戯レックスです。エレックス、ゲームド、チルドレンでありながら自我を維持するファースト。しかもネームドがオートに展開しているとなると、さらなる目的があることは明白です。そうか、根源的な目的に照らすなら用意された舞台であっても取り得る手段はある。じゃあね、ニュー。今あるのは24か。24 what? どんな状況でも即座に最適解を導き出す。いえ、最初から答えを手にしている。学園生活、本当なら私も。でも、本当のことを知らないまま生きるよりは、今の方がいい。Okay, who's this? Oh, I forgot his sister. さて、ローズ生徒会長にどこまで迫れるか。アレクシア様が怪我じゃなきゃな。さあさあ、ここで張らなきゃ男が廃るってもんだ。ヒュラ君、書けないんですか。鉄板の第一試合に有金全部突っ込んだ。ひどい番狂わせでしたね。さあ、次の試合は大本命、最強の生徒会長ローズ・オリアナ先輩の試合だ。ローズ・オリアナ。そういえばシド君どうですかね。え、あいつ出てるわ。ローズ会長、頑張ってください。誰だあいつ。知らねえ。なんか地味じゃね。生徒会長ローズ・オリアナ、芸術の国オリアナの王女。 I don't think he wants to expose himself having a really good swordsmanship。相手は実力最強にして人気最高。僕の名前など誰一人呼んでいない。今こそ厳しい修行の果てに極めた48の奥義を見せる時。 Okay, so he might. 指導かけろ。 Damn. What? Secret technique. Bloody tornado. Masani. Perfect. Shosha. Rose Orada. He's not done yet. Bro just turned on his head.
るの。審判、彼の目はまだ死んでないようです。ありがとうございます先輩。まだモブ式奥義は47も残っている。Once again, no way. So he just uses fake blood. Shosha, Rose Ori Madara. Madara. Madara, 僕は戦える。Madara. Madara. Madara. Madara.なぜそうまでして銃を超えるそのすべてに私The way he gets up gets me every single time. Bro, he's breakdancing. それでもまだ終わりじゃない。そういうのですね。試合開始の際。あなたを侮っていたことをお詫びします。だからこそこれで終わらせます。そこまで。The referee saved him. 勝者ローズオリアナ。待ってくれ、僕はまだダメだ。これ以上は危険だ。担架を急げ。早くしろ。ひどい出血だ。試合は私の勝ち。でも心の戦いは完敗だった。How many did he use? I have 33 techniques to show off. Damn. Oana, 婚約者に向ける剣はないって。残りの奥義を発表できる機会があればいいけど。No way, she's gonna propose to him. 大丈夫ですか？君は誰だっけ？ He doesn't even know her name. 見てました。そう、ありがとう。何度も立ち上がって、すごくかっこよかったです。そう、変わった感性の子だな。まあ中にはそういう。How's he drinking? これ、どうぞ。ん？これはクッキー焼きました。お返しに。お返し？何の？ありがとう。もしよろしければお友達からお願いします。Damn. Bro got friend zoned even without realizing. いいよ。ルスランバーネット学術学園副学園長。かつては武神祭で優勝した経験もある文武両道の剣豪。Mm-hmm. 僕はモブになるために関わってはいけない主要人物はチェックしている。そして彼をお父さんと呼ぶこの子はシェリー・シェリー・バーネット。OK。やっぱりどこか痛いんですか？あ、いやいや、大丈夫。ちゃんと医師に見てもらいなさい。あ、はい。帰りにでも怪我してないのバレるから無理だけど。この子は研究一筋でね、今も騎士団の依頼を受けてアーティファクトの研究に没頭している。今はこうしているがいろいろあったんだ。できれば仲良くしてやってくれ。はあ、いや僕モブなんでネームドと仲良くするのはちょっとって言える状況じゃないな。Okay, maybe he's not the bad guy. They lost everything. どうしちゃったんだろう。私、お医者様とか言ってたし、お見舞いとかにおかしくないよね。お友達だもん。おいしい。やっぱりコーヒーはブラックに限るわ。
あの甘党みたいにミルクドバー、砂糖ドバドバーとか邪道よ邪道。 And that's Cherry。 学術学園2年のシェリー・パーネットです。何かご用ですか？突然すみません。中にどうぞ。どうぞ。最近流行りのコーヒーです。苦かったら砂糖とミルクもありますShe still has a photo with him. Damn. Sherry 先輩がお見えになった理由は想像がつきます。アーティファクトの解析の件ですね。違います。生徒会選挙の日程の。学術学園はそちらとは別日ですよ。そうですか。では何のご用で？その、実はですね、アレクシアさんに。お伺いしたいことがありまして。 Ask something about Sid。 ですね、アレクシアさんはお付き合いしている男性がいらっしゃったとか。はい。ですから、シド影の君とお付き合いされていたとか。もう別れました。もう別れました。そもそも本当にお付き合いをしていたわけではなく、諸事情で付き合っているふりをしていただけです。そうなんですか？実は私、先日シド君とお友達になったんです。そうですか。はい。それでお二人のことがとても気になってしまったんです。研究も手につかなくて、もうどうしようかなって。でも安心しました。お二人がお付き合いされてなくて本当によかった。それはよかった。はい。Wait, is she mad or jealous?5日ぶりの投稿はなぜかクラスのみんなが僕に優しくなったような気がしたけど、多分気のせいだろう。この後何かあるんだっけ？生徒会選挙の説明ですよ。選挙？どうせ偉い家のやつが選ばれるんだろ。3年もいねえし、やる意味あるのかよ。3年の先輩の No way! No! He's still at it! 失礼します。お時間をいただきありがとうございます。生徒会の補欠選挙について説明に参りました。She's gonna pick Sid. では、今回の選挙概要を説明します。No way. 先日婚約が成立し、任期満了前に。Okay, never mind. Is this Goblin Slayer or what? Oh, they're attacking the school. There was slime. 魔力が寝れない。皆さんの力をお借りしたく思っております。誰も気づいてないのか。全員動くな。我々はシャドウガーデン。この学園も占拠する。They are here for the artifact, right? 魔剣士学園を占拠する。正気の沙汰とは思えません。武器を捨てろ。お断りします。会長、魔力が。気づいたところで遅い。ダイヤ。魔力がなければ魔剣士の剣は防げない。授業で習わなかったか。Wait, is that for real or is it fake? That looks real, but I don't think he's dead.
Interesting. A tale. Coming from where? That was it, guys, for Kage no Jitsu Ryokushin Naritakute, or The Eminence in Shadow, episode 7. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description, so don't hesitate and check it. And if you like this reaction, don't forget to press that like and subscribe button. Okay, guys, this is all, and see you guys in the next episode. Mata ne.